続いて幹事社質問に入ります。瀬戸内 DMO が発足して1年経ちました。知事はこれまでも観光産業単件で行うことには限界があり、地域全体の観光資源をつなげていくことが効果的であると広域観光の必要性について言われてきました。この間、瀬戸内の魅力は海外も含めて情報発信が行われ、訪日外国人も増加してきており、瀬戸内の注目度も増しています。そこで1年を振り返って知事の感想や期待などをお聞きします。また今後県として瀬戸内 DMO をどう関わっていくのか、知事の考えを聞かせてください。はい、瀬戸内 DMO という形で組織が発足をしまして、この、まあ、その前もちろん瀬戸内の関連については歩みを進めてきたところですけども、また一歩前に出てですね、一歩進んできたのかな、まあ、それがこの1年間、この長い、これからまだ歩いていかなきゃいけない長い道のですね、また新しい一歩っていうんですかね、それが踏み出せたのかなというふうに思っています。まあ、この DMO のミッションというのは、瀬戸内ブランドを確立をしていくと、それを通じて地方創生に貢献をしていくということだと思いますが、まあ、そのために瀬戸内7県と密接に連携をして観光振興に取り組んで、観光客数と観光消費額の増加を図るという、まあ、こういう目標になっているわけですね。で、そういう観点から1年振り返りますと、さまざまなこのプロジェクトの開発促進も進めてきましたし、まあ、例えばクルージングであるとかサイクリング、いろんなテーマがありますが、そういったものを進めることができたと思いますし、この誘客をしていくという観点から、この欧米であるとか、あるいはオーストラリアといった有力な海外旅行エージェントの関係強化というのも進んできたのかな。まあ、結果としてメディアを含めて、さまざま関連する観光に携わる事業者の方々いらっしゃいますけれども、瀬戸内への注目度というのはもう格段に高まってきているのではないかなというふうに思っています。また DMO としてこの金融機能を持っているというのは日本ではもちろん、唯一だと認識してますし、まだそういうことはビットがまだないのかなと思いますし、国際的にも珍しいということですね。で、そういった機能を活用して、このコロナほどで、されているように、あるいは発表があるように、このクルーズ事業ですね、瀬戸内のクルーズ事業に、出資をしたりとか、このそういう面での成果も生まれつつあるのかなというふうに思っています。で、今後は広島県としてどう関わっていくかということですけれども、まずは瀬戸内海の道というこの広域観光主流ルート、これは観光庁とも連携をしながら進めていますが、これに向けて、この何て言いますか、定着というか形成というかに向けて、この戦略を作って、ブランディングを行って、プロモーションあるいはプロダクト開発を行っていくということになってますので、県としてもですね、これ瀬戸GMOがですね、そういうことになってますので、まあ、県としても、そういった取り組み、これを県内で、このきちんと受け取るというかですね、まあ、連携をしてそれが生きるようにしていくと、まあ、そのために拠点が主流道場の拠点もいくつかありますし、まあ、そこからのこの終点というところもありますので、そういった観光資源をブラッシュアップをしていかなければいけませんし、受け入れ環境の整備ということも進めていかなければいけないと思っています。まあ、そういう形で、この相乗効果を発揮をするというか、統一と戦略的には目指すところは一致していると思うので、その相乗効果が出るように、進めていきたいなと思ってます。それからもう一つ課題としては、特に瀬戸内観光推進機構のですね、DMOの中でも継続的な運営、自律的な運営というのが必要になってきますので、まあ、そのためには安定的な財源確保、こういったことも必要だと
認識をしています。まあ、そのためにも引き続き連携をして取り組んでいきたいというふうに思っています。で、いずれにしても、この外国人観光客を増やす、また観光消費額を増やす、もちろんあの外国人観光客だけではないですけども、国内の観光客が来て初めて外国人観光客に来るわけですが、そういうこの目標というかは我々もまた共有しているわけですから、引き続き、まあ、連携をして、それを実現するように、努めて、瀬戸内海の道構想が実現できるようにですね、取り組んでいきたいと思っております。この件について質問がある者はお願いします。中央新聞記事なんですけども、まあ、瀬戸内 DMO ができてからですね、その後もまあいろんな DMO を全国各地にできてますけども、例えば3月にあのしまなみジャパンという DMO ができましたけども、ちょっとまあ我々も DMO というものにまだまだ馴染みがないので、例えばそのしまなみジャパンという DMO との関係性とか、どういうふうな発展性があるのかとか、何かそういうふうに関係性というか連携とかですね、何かそういう中でこう思い浮かべられるようなものがあれば教えていただきたいんですけど、それぞれこの対象とする地域っていうのは違いますよね。で、当然その地域的に被るところは連携をして進めていくということだと思いますけれども、DMO っていうのは要するに、その観光振興についてどこが主体となって動いていくのが効果的かということに対する解の一つなんですよね。つまりその従来から例えば観光連盟っていうのもあるし、その自治体っていうのもあるし、でもじゃあ観光振興って一体どこが取り仕切るのはいいんですかという問題なわけですね。で、我々は DMO を推進をしてきたというのは、行政だと機動性に欠ける部分がやっぱり大きいと、もう年間予算というのもはっちり決まって、それと違うことを使おうと思ったらまた議会の議決を取らないといけない、補正を取らなきゃいけないというような形になるわけですが、DMO というのはそれに対して準公的な位置づけになって、で一定の枠内で機動的なことができるし、そこにまた役所がやると、その例えばマーケティングの専門家雇いますと言っても給料払えないですよねとかそういうことがある中で、その専門的な人員も配置をすることが可能である、そういうところがそのマーケティングに基づくっていうのはエビデンスに基づくということですけども、にそのエビデンスに基づいた戦略を立てて、でそれを実行していくけどに、まあ、これがやはりその観光には必要なことだということで DMO ですから、まあしまなみもそういうことでできていると思いますし、そこがまあいろいろこの 今のそのこれも従来自治体がやってきたのでも多層構造になっているわけですよね。各市町が観光施設があり、で都府県があり国がありっていう多重構造になっているわけですけども、それを DMO により機動的に効果的に実行できるように置き換えているということなので、当然その間では連携をしながら、また違う戦略でやってたら効果出ませんから、やっていくということになるかと思いますけど、ね、他にありますでしょうか。